いてまいりましょう。ジュリケンファイル260、世界一笑えるジョーク。世界一笑えるジョークとは何か。イギリスの心理学者リチャード・ワイズマン博士が1年ほど前から調査してきた研究が完了して結果が発表されました。これは去年の9月からインターネット上でジョーク作品を募集しまして、でその作品を見た閲覧者が5段階評価をつけるというもので、世界各国から4万件のジョークが集まって200万人が投票した結果の第1位、世界一のジョークを発表します。これ読まれなかった。どうするんだろう。いきますね。森に出かけた2人の狩人、そのうち1人が倒れた、息が止まり目もうつろ、もう1人は慌てて救急電話をかける。友達が死んでしまった、どうしよう。オペレーターは落ち着いてと指示を出す。さらにまず死んでいるのは確かですねと問いかける。一瞬の沈黙の後、銃声が響く。狩人は電話口に戻り、はい、で次はいかがでしょう。笑えないじゃん、これ。これはどうなの。これ第一、世界で一番。だから最初に倒れてたと思われる狩人のもう一人が電話をかけてくれたやつを殺したってこと。意味分かってない。私これ電話してる人がまだ死んでるかわからないんで殺しちゃったってことでしょ。うん、死んでるの確かですよねって言われたから確かにするために、殺したってことでしょ。で電話を打ってね、救急電話かけてるのに打っちゃって、だから医者の血も銃声声、はい、で次はオペレーターの言う通りにしようとしてるっていうことか。うん、あ、分かった分かった、今やっと分かった。ほらそうなんじゃ第一じゃないですよね、これね。いやいやいや、だって、うん、よ、そもそも最初から気に入らないのは2人の狩人、狩人は2人だよ。あ、いや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 、そっちの方が面白いんじゃないかと思う。いや、日本では笑うけど、でもこれ 今世界では笑うから。そうですね。世界で笑えるとか、世界共通の笑いはあるかもしれないけど、それ難しいよ、これは。難しいよね、こんなの。うん、絶対無理だよね。よっぽど、ほんで他のやつも見てみたい ね、うん、ね、どういうのがあったのか。基本的にやっぱり活字で読むとつまらないんで、笑いって、うん、みんな想像力があるからね、どの辺までの想像力でこれは面白いって思うかもしれないけど、大体活字で読むとつまんないもんってなっちゃうね。あ、よくだからアメリカのジョーク集とかフランスのジョーク集って本出てても、うん、あんまりね、面白くないですね。アメリカの映画ものすごい面白いから、でも日本で笑えないもんね。あ、なんか笑うところが違うとか言うんですね。なんか隠語使ったりするじゃないですか、僕は。あ、はいはいはい、うん、分かんないですもんね。難しいよね、共通ってのはね。うん、そうだ、うん、共通で笑える日本の人も票を入れたのかね。どういう調査をしてくる自体も知らないもんな、うん、ね、そうですよね。200万人が投票したっていうのだから、うん、でもそういう意味じゃ笑わすのって、これ人によってもやり方によっても違うしさ、同じネタをやっても人によって全く変わっちゃうし、うん、ね、どういうこれ動きやるよって変わっちゃうし、そう、ね、なんか変わっちゃうからな。でも志村さんなんてバカ殿様とか外国とかでも流行ったりしますよね。もう外人の人見ても笑うらしいですよ、ね、やっぱり体で表現する、体現するっていうか、あ、そういうのはやっぱ、ね、言葉はやっぱ難しいもんね。独特なほら国の共通のジョークが他の国は知らないとかあるから、うん、うん、だから六本木なんかでいる外人さん、外国人の人に調査したら、一時期は僕が一番面白いっていうのは当時あったらしいですよ。要は土屋さんがはっきり分かりやすいから、ただ泥棒と警官とかってはっきりするじゃないですか。そうそう、去年ヤクルトが優勝した時に、あいーんって全員でやった優勝写真とかあるぐらいだからね。そうそう、言葉は結構難しいらしいですよ、言葉だけは。難しいですよ。だって僕らだってラスベガスのショーを見行ってもね、スタンディングずっと喋って漫談があるんですよ、うん、それ全然笑われないもん。あ、その人たち大体日本人だと日本人バカしてるからね、うんうんうん、で他の外人が私を見てうわって笑ってるんだよ、うん、絶対日本人のことをよく言ってないもん。あ、うん、うん、結構笑える難しいね、人をけなして笑わすのと。そう俺好きじゃないんだけどね、人をこう誹謗して笑わすのってあんまり好きじゃないけど、自分が笑われるのは好きなんだけど、難しいよね。ね、難しいですね、うん、でそういう意味ではミスター・ビーンとかは外国ものでも日本の人を笑ってていましたね。そうね、分かりやすいっていうか、うん、あんまり想像を絶するような
答えじゃない、多分こうかなっていうところに落ち着いてくれるからいいんじゃないの、ね、で、そんなことありそうな、僕が一番好きなんだけど、うん、ありそうなことの状況じゃないですか、うん、ああ、はいはいはい、うん、そんなことどんどんそれ本人が演技でオーバーしていくから笑えるんだけど、うん、あれが大体、下手な人とはそんなやついねえよっていうところで始まっちゃうと、うん、もうその辺からもう人が見なくなっちゃうね、うんうんうん、だからよく今若い人なんかメイクやたら変なことするじゃん、あ、はいはい、そんなやついねえよっていう段階から入ると僕はあんまり好きじゃないんですよ、だからね、うん、あ、そこで笑いとんのかよってなっちゃうね、あ、うん、じゃあバカ殿どうすんだって言われたらどうもすいませんって言っちゃうんだからねあんなにメイクの白塗りでって来たりじゃねえかってな昔ね、あのメキシコ行った時に、メキシコシティから、うん、あの銀の町タコス、うん、タコスね、時に途中であのなんかテントがあって、そこであのイグアナを頭乗っけてね、うん、その原住民の人が写真撮らせてお金もらってるっていうのがあったんですよね、うんうんうん、あのイグアナって昔あのお金と一緒で、それでガソリンとか買えたんですって、ほう、で僕らドリフターでちょっとこう行って旅行行った時に、であのその子供たちがいっぱいいるんで、うん、何なんかこう言ってももらわないじゃないですか、うんうん、でそのテントなんか見たかったんですよ、どういう生活してるのかって、うん、で僕と片さんと行って、うん、でそのテント行ったら子供たちがわーっついてきて、うん、でもずーっとみんなこう離れてるんですよね、うん、なんだこいつらっていう顔してるんです、うん、それから途中でプッて変したんですよ、うん、ただもう転げ回って笑ってそれからもうすっかり仲良くなっちゃったもんね、へえ、俺全多分、まあ全世界全国とは言わないけども、多分おならっていうのは多分共通して、まあね、場合によっては面白くなると思うね、と笑うっていうことでしょうね、見ちゃうかもしんない、ああ、うん、じゃあ世界一笑えるのはおならじゃないですかね、これじゃなくて、ね、まだ分かんないですよ、いやいやいや、ジョークと違うからおならは、ああ、だギャグなんて言ったって、あのアインってギャグ、あれギャグじゃないじゃない、私から言うと、うん、ギャグってのはこう起承転結があって、こうでこうでこうなって、これがこうなる、初めてこうなるって一応総理のあるギャグじゃないですか、うんうん、それがギャグ、じゃあアインは何に入るんですか、流行語じゃないですか、流行語、そうですね、うん、別にだからギャグじゃないし、僕らはそう思ったけど、でも関西の笑いの方はなんか一発なんか言うことがギャグと思ってるけど、あれは吉本の系統だよね、君たちがいて僕がいたとか、なんかそういう、おいでやして送りやしてごめんやしやとか、それだけでも笑うんだもん、みんなね、僕らはそれは流行り言葉だけど、別にギャグとは言ってないよね、うん、それと違う、みんな個人個人ね、共通の笑いって難しいですよね。ね、難しいですね。同じ番組見てても機嫌悪い時見たらつまんないしね。あ、そうですね、うん。自分の中でもね、また違いますもんね。状況によって違うし。うん。これはまあ。まあ、笑いは難しいですよ。難しいですね。そうですよ。では次行きますか。次の話題に参ります。